こんにちは。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのは、トキナーのこのミラーレス用のレンズ、ATX-M85mm f1.8fe に合いそうなレンズポーチを出してきて、フィット感を確かめようということなんですね。もともとトキナーのレンズには、レンズケース、レンズポーチをつけていた時代がありました。2000年前後の頃のトキナーで F2.8 の2870とか2035といったレンズがたくさん出たような時代には、ビニールレザー製の青っぽいブルーグレーみたいな色のレンズポーチを標準で付属といった時代がありました。そして2002年デビューの24200mm レンズ ATX242AF の頃には、青い巾着状のケースというのをつけてた時代もありました。ソフトポーチ時代ですね。で、その後、デジタル用のレンズ、ATX124ProDX というのが出た頃、2005年ぐらいからのレンズには、ポーチ等は付属してないということにしています。これは、まあ、もともと、レンズポーチが標準装備でいるかどうかというところの問題点でありまして、カメラバッグに入れてしまえば、まあ、レンズポーチなくてもいいんじゃないかなと。という考え方もありますし、あと別売りで用意すればいいんじゃないかという考え方もあります。健康トキナーの場合は、もともと健康でこのタムラックのカメラバッグ、そしてそのカメラバッグの一環であるポーチというのが用意されていますから、これを皆さんにご紹介することで、トキナーのレンズポーチということで使っていただければということなんですね。それでは実際にフィット感等をチェックしていきましょう。まず今回取り上げたレンズ ATX-M85mmF1.8FE のこのサイズについて見ていきたいわけなんですが、 85mmF1.8 という割には、周辺光量を確保するためにフィルターサイズが 72mm 径ですね、結構大きめに捉えているというのがこのトキナーの ATX-M85mmF1.8FE ということで、レンズのサイズ自体はこのカタログによりますと、ここにあったかな、最大径が 80mm、全長が 93mm ということで、この最大径 80mm ありますね。で、さらに、フード、まあ、これそんなに膨らんでるフードではないんですが、リバースで被せてますから、この分も考慮しなきゃいけないといったところになろうかと思います。で、今回チェックしていこうというのが、このケースが、アークというタムラックのレンズケースシリーズで、タムラックのカタログの、この2019年、2020年版カタログの後ろの方にアクセサリーの一環として載ってまして、アークですね。このアークのシステムというのは、もともと、このベルトを腰につけて、そのベルト周りにこういったケースを取り付けていくといったシステムなんですが、もちろんこのポーチ、レンズポーチ単体でも使えるということです。今日チェックしていくのがサイズが、レンズポーチの 1.1 と 1.3。それぞれ内寸が 7.7 センチの高さ方向違うんですね。17または12。そして 7.7 ということで、直径的には、直径ではないのか。四角いので 7.7×7.7 というサイズなんですね。でも直径 80mm が入るかというところは確かに不安があります。高さ方向が 12cm と 17cm という違いがあるわけですね。ただ、相手は布地ですから、そんなにぴったりはまらなくてもなんとか入る可能性はありますので、実際に入れてチェックしていこうと思います。まずこれがアークレンズポーチの 1.1 ですね。これをこのようにダブルファスナー型になっています。斜めにこう開くんですね。で、ポロリと落ちないようにここで開き止めがされています。ここにレンズを入れていきます。ジャストサイズですね。ぴったり綺麗に収まりました。これで、まあ、今回のおすすめは、アークのレンズポーチの 1.1 というので決まりというところですね。ただ、
一回り大きいので入れていくとどうなるかというのも見ていきましょう。アークレンズポーチの 1.3 です。こちらの方が長さ方向5センチ長いので、この時のあのレンズを入れると、上方向余りますね。少しこう余る感じがします。まあ、ここにもしかしたらそのレンズクロス、何か汚れた時に拭くためのレンズクロスかなんかを入れて動かないようにすれば、綺麗に収まるんじゃないかなという考え方もありますね。何か別のレンズと兼用で使うんだったら一回り大きいケースを使うという考え方もあるかもしれません。タムラックにはもう一つこのゴブリンという巾着型のレンズポーチも用意されています。このゴブリンですと、レンズポーチの 1.4 というのがサイズ的に合いそうなんですね。内寸が 11×18cm。18センチも長さがあると長すぎるんじゃないかなと思ったんですけどね。85mm の 1.8、 長さ方向 93mm ということで、これに対して長すぎるんじゃないかなとも思ったんですが、ポーチなので巾着型なので結局縛るということで、ここが斜めに絞られてくるということなので、このゴブリンの 1.4 に、レンズポーチ 1.4 にトキナーの 85mm F1.8FE を入れるとちょうどぴったり収まるといった感じのスタイルです。これ、底面の方がある程度分厚いクッションが入っているということと、そしてこれ、ポーチ一見ここの生地が薄そうですけども、内装がしっかりクッションとして機能するように、キルティングのような内装生地が超音波で溶着されているといったものですね。こういったスタイルでキルティング型のもので持ち運ぶんであれば、ゴブリンのレンズポーチ 1.4 がこの ATX-M の 85mmF1.8FE にジャストフィットということです。先ほどジャストフィットということでご紹介したアークのレンズポーチ 1.1 なんですが、裏側を見ますとこのようにベルトに固定するためのこういったベルトがあるのと、あと、これだと多分、ショルダー型のカメラバッグのショルダーベルトに通せるようなベルトがここに横に走ってますね。こういったスタイルをしてますので、実際に腰のベルトに取り付けた感じを見てみましょう。この2本のベルトを腰のベルトのところに通して、これで固定をするといった感じですね。こういった形で、カメラ1台レンズ1本を持っているときに、さっとレンズ交換をこの腰部分でできるといったことです。まあ専用のベルトも用意はされてるんですが、こうしてご自身のベルトに通して使ってしまうという方法もありますね。今回はトキナーの ATX-M85mmF1.8FE、 中に入ってますからレンズをお見せするとこういったレンズですが、このレンズに対応するためのケースということで、ケースレンズポーチということで、アークのレンズポーチ 1.1 とゴブリンのレンズポーチ 1.4 をご紹介いたしました。あと大きめのケースということでね、アークのレンズポーチ 1.3 もご紹介いたしましたが、いずれにしましても、レンズ単体で持ち運ぶためのケース、タムラックでご用意がございます。ぜひチェックしてみてください。